幻想的なピンクの花畑、空から見ると青空と白い雲に映えて、まるで飛んでいるかのような感覚になります。毎年9月、台中福寿山農場のコスモス農園が見ごろを迎えます。ここのコスモスはたくさん生えているというだけでなく、花の高さが2メートルにも達し、人よりも高いので、花畑で迷子になるというおとぎ話のような世界が楽しめます。今年は開花の時期が少し遅れましたが、現在5割が開花しています。花の見頃は9月末から10月の中旬頃だ。昼間だけでなく、夜の花畑もまた一味違った雰囲気です。星空を邪魔する光もなく、時には流れ星が見られ、さらに感動します。昼間の雲海と花畑とともに、秋の福寿山をさらに叙情的な場所にしています。